JF1 NBOX、 今回ねエンジンオイルとオイルエレメント交換していきます。オイルね入れるところ、でゲージ、でちょっとね今オイルの記録を見たらね、全然オイル交換してないような感じでね、一個もねゲージにつきません。15万5000キロ13万3000キロ、これ2万8000キロぐらい交換してないんです。まあちょっとねあのオイル抜いてちょっとね量見てみます。で前側にねエレメントとドレンあります。ドレン17、でエレメントはね64ですね。63とね64あります。よし、ちょっとねチョコレートみたいなちょっとねオイル交換ね、やっぱ1万8000キロはねしてないかなと思います。最後ね抜き取った量ね見ます。で前側にねドレンがあるのでね下ろします。これでねまあ30本以上ねちょっと抜きます。で抜いてる間にねウォッシャー娘だね、ウォッシャー液無料です。でクーラントね少ないんでクーラントブースター。でタイヤねローテーションするのでエアだけ入れます。動画は1本だけにしておきます。30分以上ね経ったのでね、とりあえずねエレメントからつけていきます。でパッキンにねオイル塗って、であんまりね
買えないと思うんで20で締めときます。確認だけしときます。で、パッキンね、新品に変えて、パッキンね、軽くね、オイル塗ってます。で、38でね、締めます。どれぐらいね抜けたかですね、何リッター入ってたか、まあ、1万8000キロぐらいね交換してないと思います。どれぐらいかな、1リッター入ってるかな、1リッター入ってるか入ってないかぐらいですね。オイルはねちょっとチョコレートみたいな感じになってます。じゃあ下ろしてね、オイル入れていきます。でオイルね、2.8 入れます。でちょっとね多いぐらいかな、ちょうどねエレメントに入ったらねちょうどかなと思います。では30分ぐらいねエンジンかけます。エンジンかけてる間にねローテーションします。今度はね、後ろのね、ここだけはね、ちょっと錆落としてね、ホイールつけてください。で、ローテーションしたので、タイヤ、回し締めしていきます。動画は1本だけにしときます。まあ、30分以上ね経ちました。オイル漏れ見ていきます。大丈夫です。まあ物理もね OK です。5分以上ね経ちました。今度はねめっちゃ見にくいです。ちょうどですね 2.8 でちょうどです。今回ね、エノボックス
ちょっとね、ゲージ抜いた時にちょっとね汚かったのでね、まあ走行距離をね、まあ確認したらね、まあ1万8000キロはオイル交換してないことになってます。でまあ抜いたオイルの量はね1リッター弱ですね。まあなのでね、まあ多分1万8000キロはねオイル交換してないかなと思います。オイル交換ねまめにした方がいいです。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。